どうも皆さん、おはこんばんにちは。おっとじゃです。バイオハザード7続きをプレイしていきたいと思います。暖炉のところにね、娯楽室の何かアイテムがありそうなのと、キーピックあるからこれで開けるか。オープン。お、ハンドガンの弾ゲット。よし。あとは持ってくものあったかな。サソリの鍵があるから開けられるでしょ、あの場所が。他は解体室の鍵。オッケーオッケー。とりあえず娯楽室行ってみるか。上だったよな。オープン。まさか出てこないよな。ちょっとやめてください。あ、もうなんかそこら中でドッカンドッカンしてるけど大丈夫？ここ開くでしょう。はい。おー、すごい。大丈夫ね。あの人いないね。勝手にドア閉まった。あーあ、バレてる。ほっ、今のうち。なんで。ほっ、こっち来るな。ほっ、よし。ははは。そこで寝てろ。何か持ってないかな、アイテム。ああ、何も持ってない。おやすみ。あ、アイテム。いや、違うわ、それ。くぅ、弾結構使ってしまったな。もうこっちが鍵閉めたいぐらいだ。早く上に行こう。あれね、ショットガン取ると閉まる部屋、どうなんでしょうね。今のうちに、今のうちに。で、ここ右行って、で、どうやら青ドアを閉めるのはいいらしいですね。さあ、開くぞ、ここ。オープン。ショットガンゲットだぜ。よいしょ。壊れたショットガン。はい、わかりました。壊れたショットガンをあそこと入れ替えるのね。はい。もう中庭を何時間も追い回すのはごめんだ。どういうことだ。犬のレリーフを隠して本館から出すな。隠す場所も決めておく。あ、まあ解体室のことね。他にはハンドアの弾、ありがたいね。他、閉めるだけ。よし、薬液ゲットして、杖がある。普通にね、こうやって見ると生活感あるんだけどね。ショットガンの弾と、これはミセス・ベイカーへ。はい。ふんふんふん。ん、レントゲン撮影結果を分析したところ。何それ。カビに似た構造。幻覚や幻聴、寄生菌。はい。ああ、病院に行ってたみたいですね。なんか具合悪くなってから。何もないか。どこだろう。なんか動かせるぞ。え、お手製らしい。裏とか何かないか。来てない、来てない。隠れる場所がないぞ。歩いてると聞こえる。あいつもう復活したのか。歩いてる、歩いてる。ちょっとやめてくれ。なんでいればいれば汚い。いや、汚いなって言ったら失礼か。向こうに行ったか。早く暖炉を調べたいんだが。あっち行ったな。あれ、暖炉どこだったっけ。あれ暖炉下じゃね娯楽室、娯楽室行ってたけど。ああ、下の階か。今あいつどこにいるのかな。結構アイテムなんか影に隠れて落ちてるらしいので、くまなく探していこうかと言いつつ探せないのが私なんだが。どこ行ったかな。こっち側歩いてる音したけど、基本的にあっちにいる。今なら出れるか。入ってきた。よし、ギリギリ入れ替わることができたぞ。で、下降りて、よし。で、ドア閉めて。あ、暖炉どこだったっけ。向こうか。やばい、全然暖炉の場所分かってない。ここもドア閉めて。あ、冷凍庫も開けられるの。いや、メモがあるだけか。男30代痩せすぎ願望。他に何かアイテムないかな。閉めて。開けたドアしっかりと閉めて。よーし、うまいことかわしてるぞ。で、閉めて。絵が飾ってある。どこだ。あ、暖炉こっちか。こっちにあったな。よし、大丈夫だ。こっちへ行こう。よいしょ。こっちまであのおじさん来れないみたいだしね。この行ってる途中でドーンとか出てきたらもう俺ダメだよし、さあここだ。ここになかった。あった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 。あれだ、お手製らしいっぽいやつの第2弾あるな。お、これ、お、取れた。これ以上持てない。ステロイドアイテムマックスか。使えそうなものあるかな。あ、ショットガン結構幅取るんだね。ショットガンもそうだし、回復薬を作った方がいいのか、弾を作った方がいいのか。弾だ。あ、弾ないな、ガンパウダーが。じゃあ回復薬作っちゃおうか。で、これで、いや、開かないね。とりあえずショットガンと取りに行くか。やだなあ。てかこっちからじゃなくても向こう側から行けるのかな。ただモンスター出てきたら厄介だなモールデッドだっけ。あ、出てこない。だったらゆっくり調べられそうだな。めっちゃぐじゅぐじゅ言ってる。何もない。あんまり調べたくない。なんかアイテムないかな。ここから通れるから、ただほんと気をつけないと。よし、取って。あー、やばい、所持品多すぎか。戻ろう。あ、ちょっとすげえ聞こえる。ここが勝手に閉まるんだな。よし。あー、向こう来てたね今ちょうど。怖い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 。ああ、よし、じゃあアイテムをだ。あー、今1個取れたな。鍵もう使わないかな。2つ開けたし。入れて、お宝の写真もう場所は分かったから、これで2つぐらい入った。解体室に行かなきゃいけない。そうすると3つ揃って外に出られるわけだ。よーし、ショットガン取って、あとステロイドも取って、急ごう。もたもたしていられない。やつがいつ来るかわからないからな。ここ怖すぎる。使えそうなもんないかなあ。なんかあったっけ。子供ミアって書いてあるけどな。よーし、これは何に使えるんだろうね。調べる。体力の限界を上げることができる。効果は永続する。ダメージを食らったら使おうかな。回復できるかはわからないけど。さあ、ショットガンを手に入れよう。カラスの、これはどう、カラスの鍵があるんだろうな。この移動してる時は一番怖いんだよね。影見えるし、ゆっくりだし。銃が右手前になんかリアルに見えるのがまた。なんかね、そこ叩くんだよね。丸ボタンでちょいと開けて、チェックして、いないようなら行く。大丈夫そうだ。で、取って、はい。閉まるでしょ?先にリロードしとくか。いいねー。俺タクティカルリロードできるからね、その4つぐらい弾持って一気にね、ガシャガシャガシャって入れるんですよ。いや、まあそんな話はいいとして。超練習したな。壊れたショットガン。置く。いないね。よし。で、解体室に行くぞ。ショットガンがあればもう負ける気がしないね。ん?解体室行ったような、なんかちょっともう記憶が、おっと開いてたっけ、そこ。ハンドガンでいいな。あー、いいですね、これショットガンね。ははは、かっこいい。ポンプ式三段銃。移動させて十字キー、右と左にしとこうかな。で、ナイフは下かな。はい、これで切り替えられる。いつ出てくるか全然わからないよね。ここはこの先じゃなかったな。鍵手に入れたからこっちの先か。で、鍵閉まってたとこが開くと。L1 でガードね。はい。暗いね。暗いよ。なんかこういうとこにアイテムないの?はい!あったわ。ハンドガンの弾ゲット。あー、出てきた。どこ行くの。リロードしとこう。よし。どこ行くの。それやめて、そういうの。隠れるの頭良すぎじゃない。右か左か。あっ、やめろ。で、よし。ああ、何体でも出てくる感じ。おお、避けられた。いや、ナイスよ。俺リロード。ああ、なんかとっとと行った方が良さそうだな。はあ、消えてる。やっとうわっ、あと一発てリロード、ほっ、よし、しゃがんで避けられるんだな。くっ、倒した。あー、よし、体力増やすか。ステロイド、よし、あ、回復した。素晴らしい。体力の上限が上がった。ショットガン使う。ほっふっほっ、まだ生きてるの。危ない。ほっ、危ない。リロードして一発二発オールだ。おねんねしな。ショットガンを持ってる俺に敵がいない。ショットガンの弾ゲット。他に何かあるか。とっととあれだな。ああ、いた。いいぞ、薬液今日で鍵を使う。オープン。ショットガン持っててよかったな。ショットガンなかったらあんな無理だ。なんかアイテムがありそうな。あ、閉まる。ショットガンの弾いいぞ。でも大体ね、弾が多いってことはだよ。弾が多いってことはだよ。まだショットガンの弾あるな。もうこの先に何が待ち受けてるというのかね。アイテム一回見て、ガンパウダーがないことだから回復薬強を作っておくべき。やめろ。私の知らないとこから出てくるのはやめろ。とりあえず回復薬は今あるから、ガンパウダーが来たら強い弾作っときたいところだよね。中見る限りはお、随分と広いね。牢屋。ああ、アイテムはなさそうだ。なんでちょっとそこ空いてるのかな。あー、なんかぶら下がっ、左、大丈夫。あの保安官か。うわー、やられてる。お、薬液が、あー、解体室ってそういうことね。ここで死体を解体してるわけか。なんかついてる。あ、レリーフがついてるな。まあ待て、まあ待て。こういうのは大体あれだろ。これ蹴れる、蹴れるな。うまいこと使うか。あ、ガンパウダー見つけた。これでちょっと強い弾が作れると。なんもないね。作ってみるか。L2 三角で威力を切り替えられる。10発作った。ハンドガンにして OK。 いざとなったら使おう。ただ外したくないね。引きつけて撃つかね。いくぞ。取った。やっぱり。ああ、もう、うわっ、いって、後ろに下がる。ほう、ダメか。うわっリロード。ほっ危ねえ。12の34。オッケー。ほっよろめきながら。オッケー。痛い。ガタガタきてない。何それー。おお、なんか今一瞬もう一人のやつみたいなのが。やめろ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 。チェーンソーやめろ。俺もチェーンソーだ。生かすな。おっ避けて。うわいってぃ。うわあやばい。やるだなんかよろめかしたところだな。ほっいてー。くらい。うわーくわーよいまだくわ。もう一度。よしぬりゃぬうわまたかゆりゃ。エンジンエンジンエンジン。およいしょ。危ねえ。うわいって回復。そこ今こうよしそこだ。よしガチンコバトル。およしもう一蹴り。どうしたらおらーいてー。その状態から回復がないクラフト。よしほっだいぶ食らってんじゃないか。よいしょ今だ。ほっ回復。危ねえ。ショットガンチェーンソー。膝ちりゃーくがのショットガンに持ち替えて膝ドンからのぬっでもう一丁リロードしてほっ避けていてー。ハンドガンほっおおおおやったか。いやーちょっと待ってどうなってるそれ。あっ行くぞー。早くよし。あいつどこ行った。さすがに二度と起き上がるなマジで。倒した化け物め。回復薬使っておこう。うわめちゃくちゃ強かったな。はあ、なんて強さだ。さあレリーフ3つ揃ったですね。もう頼むよ、あんな状態さすがにあれはもうなあ復活しないだろ、あんなんだもんね。アイテムないかな。いやー、まあ私にかかればざっとこんなもんですよ。ええ、クリーチャーハンターオートジャですから死んじゃう、ほんと。あ、こんなとこにもあった。よかったね、強い球作っといておいて、作っといておいて。やめなさい、もう出てこなくていいから。はあ、よし。歌が聞こえる。おお、びっくりした。もうおばあちゃんが歌ってたの。そんな怖い顔でこっち見ないで。よし、あー、戻ってこれた。でアイテムが今で、レリーフをこの3つのレリーフがあれば開くと。ガンパウダー2つぐらい持ってたね。これはハンドガンの弾作っといた方がいいな。あとはいいか。いやでもね、回復作っといた方がいいよね。クラフトで回復を作り、はい、ということで今回はここまで。次回ね、ついに中庭から外に出たいと思います。お楽しみに。ほんじゃまたな。